橋本五郎コウモリと空気戦青年甲から青年乙への手紙その日の第一前略こんなバカな事実があるものかと思うだが事実はどこまでも事実だから仕方がない 考えると貧しい勤め人の生活までが呪わしくなってくる聞いてもらいたいのは今朝のことだが順序として僕が昨夜べはひどく遅くまで帰らなかったことも一応説明しておいた方がいいかと思う実は昨日退社間際に庶務から突然達しがあって今日が平日だが社長の祝い事で社員一般にも休みだと知れたものだから もう悪友どもが承知しない一日もうけたというので「銀座へ付き合え」というのだ付き合わないといえばまた愛妻か愛妻かとやじるに違いないから小遣いはほんの少ししかなかったのだが僕もとにかくみんなのお供をして飲んで回ったそんなわけでうちに帰ったのはあるいは2時にも近かったろう。 帰るとそのまま寝つぶれたから今日の突然の休日はみさ子も僕が起きるまでは知らなかったわけだ僕がいつまでも起きないので心配したとは言っていたがあるいはみさ子が今日の休みであることを知っていたならこんな問題は起きなくて済んだのかもわからない起きたのが10時半ごろ食事にかかった時は11時を過ぎていた 君も知っていようが僕らは玄関の3畳で食事をする2軒しかない家で作りが玄関からすぐ台所になっているものだから時々に来客などがあるとまことに困るだが座敷では甚だ勝手がよくないので夏などは表の通りから覗かれながら食う始末だで今朝も食事が終わると 僕は早々に座敷の六畳へ引き上げたのだが机の前へ腰を下ろしてさて新聞を読みかけてふとタバコが欲しくなった僕は日に2箱はエアーシップを飲んでしまう食事の前に決まって飲んで食事の後にまた決まって飲むそのほとんど肌身を離さぬと言っていいエアーシップをなぜかその時は3畳から忘れてきた 直前に玄関の三畳の火鉢のそばへ置いたままにしてきたのだいつもなら美佐子を呼ぶのだが食事の後片づけを台所でことことやっていたから今朝は僕がそのまま立って取りに行った六畳と3畳との間には安っぽいふすまが2枚立っているがまたそれを分けて取りに行ったこれは僕の武将の説明ではないのだ 次の事実に関係があるかもしれないと思ったから特に書いた無論エアーシップは火鉢の横にあったミサ子もやはり台所にいたがその時僕は変なものが火鉢の中でひどくくすぶっているのを発見したのだのぞいてみると1本のタバコで僕は何気なくそのくすぶりを止めようとして ふとと、気がつくとそれはまだ誰かが吸おうとして口にしたばかりではないかと見られる無論吸い口はつけてあるが新しくてほとんど損なわれていないほどの長さがあるのだ僕は食事の前に確かに1本タバコは飲んだが僕は大抵どんな時でも吸い口近くまで吸ってしまうで少し変な気がしたのでつまみ上げてみると 君、それはエアーシップではなくてバットではないか僕はかつてバットというタバコを口にしたことがないだからそれは明らかに僕の飲んだものではないのだ美佐子にしても君の知る通りタバコなんか匂いを嗅ぐのも嫌がる方だからこれも美佐子に責任はないとすると僕も飲まないし 美佐子も手にしないものだとするとそもそもこのバットの存在は一体何を意味するのだろう僕は念のためにと思ってすぐ美佐子にも聞いてみたのだが美佐子も全然知らないと言ってけげんな顔をする始末だ僕はひょっと千媒局の間違いで エアーシップの箱に2本なり3本なりのバットが混入されていてそれを僕がミサコとの会話に夢中でそれで1本抜いて吸いかけてそのまま火鉢に突っ込んで失念したのではないかとも思ったのだが僕の手にしているエアーシップの箱にはやはりエアーシップしか入っていなかった。 10本のうちの1本がバットだと強いて考えれば考えるが残りの9本が皆エアーシップだし食前僕が飲んだのが確かにエアーシップだったことも間違いない僕は後から食前1本を抜く時に何という考えはなくタバコの横に印刷されたエアーシップの字を読んだことを思い出したのだそれで僕はまたそのバットが無意識のうちに 僕のたもとからでも飛び出したものではないかとも考えたどこかで友人たちと雑談などをしている時何かの拍子で相手のタバコが自分の懐へ転げ込むそんな場合を想像したのだがこれも気が付いてみると僕はその時起きてヤギのままだったからやはり絶対にありえない話なんだ最後に僕はそのバットが 三条の天井から落ちてきたのではないかとも考えた子どもらしい考えだが他にこれという道もないからそれで僕は調べても見たが三条の天井は甚ははだきれいでそんなもののつってあった様子もないそれから節穴も隙間らしいものも何もないのだ三条の窓にしたって同様 これは磨きガラスをはめた2枚の塗装磁がかたく鍵をされていた釣ってあったものとすればバットも多少は古い感じがついているはずだが強烈な新しいにおいを発散していたし天井から落ちたものにしてはほこり一つすす一つついてはいないのだもっと明瞭に言うとそのバットの吸い口には確かに歯の跡らしいものがついていて しかもそれは生々しく多分に湿気を帯びているのだわずかな問題のようにも思われないではないだが疑問はどこまでも疑問だと僕は思うもしこのバットが第三者によってそこに投じられたものと仮定したら君この疑問はどんなふうに発展していくだろうか 僕はそこに第三者を考えたくはないのだ第一誰かがそこにやってきたならば真っ先に台所の美佐子にはわかるはずだ見えるはずだまた美佐子よりは先にあるいは同時にか六畳にいても僕の耳へはそれが玄関からであろうが買ってからであろうが人が来ればいや犬だって大丈夫 その物音はは聞こえるはずだその上僕が6畳へ立ってまた3畳へ立っていったのは時間にして34分とはかかっていないそんなわずか2分か3分かの間に誰がどうして玄関からあるいは買ってからそこまで上がってきてタバコなど飲んでいこうたとえ飲むことがどうかしてできたとしても その帰っていくとき何の気配をも僕に感じさせないと絶対に考えられないだから第三者を考えることも僕はこの場合不可能と思うのだだがなぜ僕は今第三者などを考えたろうそんな僕に第三者を考える隠された理由でもあったか弱みでもあったか だがやはり僕が第三者を考えていることは争われない僕が考える第三者は今は甚ははだ漠然とであるが何かの恐怖に似ているもしこの漠然が漠然でなくなった暁には考えはともするとそこを飛び越して僕をその暁へ導こうとする 僕にはたまらない気がして、その暁は考えられない君はこの僕の小さな女のように小さな気持ちを分かってくれると信じるから忍んでこれだけのことを書いたのだが僕が今君に話したほかに何かこのバットを説明するほかの道はないだろうか僕の現在を救ってくれる 晴れやかか。なな道はないだろうかもし君にさえ第三者を考えるよりほか説明のしようがないならばいやいや君にだってそんな第三者を説明しうるはずは絶対にないどうか第三者以外の説明をしてくれ僕の心持ちを救ってくれたまえ僕は美佐子を愛しているのだ美佐子だってそうだ たとえ天地にどんな異変が起ころうとも僕らの間にそんなそんな第三者などあってたまるものか青年甲から青年乙への第二の手紙「同じき日直後」 前略。「1年前ちょうど僕が美佐子という存在を知った自分君は非常な公害批判の死であったことごとに一流を罵りあらゆる女性を否定したどこの古本屋からかワイニンゲルなどを引っ張ってきて鉄将よく議論をした「出っ歯であるのは知っている」 わからないのは妻何時がひそやかにリンゴをかじる猫のような巧みさだ君がよく言った誰かの死だ罪悪の根源美しい悪魔秘密なる動物男性の敵父を知る実にその母のみみんな君から教えられた言葉だ が僕は今それらの言葉を一つ一つ生々と思い起こしている味わっている君僕の漠然としていた恐怖は今はもう明瞭以上にはっきりした形を表してきた僕はバットの説明を見つけてしまったのだ苦しい結末を自分自身で発見したのだ 君はまだ僕を救ってくれる説明は見つからないのだろうか。今こそ僕ははっきりとこの問題に第三者を考えることができる。第三者が確実に玄関から三畳へ上がってきてあの短時間のうちに悠々と一本のタバコを飲み捨てて去ったことを言うことができる。僕の目をかすめ 耳をかすめ台所の美佐子からは見うるあの火鉢のそばに悠々とあぐらさえ書いてその第三者は帰っていったのだ僕の推理はこの僕の言葉が決して間違いでないことを語っている君はあるいはしからばその第三者は何の目的をもってそこにやってきたかまた いかようにして風のごとくに去っていったかなどなどと反問するに違いないだがその第三者が「台所の美佐子には最初から分かっていた」というならばこれは可能な推理の素因だその疑問もおのずから評価することであろうすなわち第三者は「目的としては」 僕よりも妻の美佐子に関係があっただから僕の目に鋭じなくとも僕の耳に接しなくとも何ら障害されるところはない全てはかかって美佐子の胸にある美佐子はその男が第三者を男というゆえんはもう君にも想像がつくであろう 玄関を上がってくる最初からあるいは表に来た足音からもうそのことを感じていたに違いないだが美佐子には「それを僕には告げえない理由があるのだ」「告げえない理由があるとすればあのバットの発見直後僕がそれを正したに対して全然知らない」と答えけげんな表情をしてみせたことも「 また一歩進めて僕がタバコを取らんとして三条への襖を開く瞬間美佐子がその男に対して火鉢の横から表の通りへあるいは勝手から裏の路地へ姿を消さしめたことも考えるではないかもし君僕が六条へ立ったすぐあとその第三者が僕の在宅と知らず悠々と玄関から上がってきて さて火鉢によって一服飲みかける」と台所の美佐子がめまぜでか手振りでか僕の存在を告げて帰れと勧める第三者は驚いて身を起こすそして表へか裏へか出る直後僕がタバコを取るために襖を開いたそんな事実が成り立つとすれば 君どうなるのだ今日の休日が事実思いもかけぬ突然なもので美佐子がその食事直前まで知らなかったことを考えれば僕のこの考えはいよいよ確実性を帯びてくるではないか結婚してから1年僕はかつて美佐子のどの部分をも疑った覚えがないだが僕は 日曜以外ほとんど家を留守にしている勤めの身だ朝会社に出て夕方すっかり疲れて帰るその間8時間なり9時間なりの間美佐子が妻なる者がどんな行為に終始しているかそれは時に想像こそそれ神ならぬ限り知るよしはないのだ しかもその想像さえ一度だって暗い色彩を伴ったであろうか。僕とは限らず勤めをする新婚の者の,のどれだけが己の留守の妻の行動をよく知っていよう。考えれば食事の支度始末といってもわずか二人きりの昼は美佐子一人のままごとに等しい僕らの家だ。 その支度・始末に1時間以上の時間は必要でない。また洗濯を考えてみても、美佐子と僕とその汚れ物がどれほどあろう。これにしたって、日々を平均すれば30分とはかからないと思う。さらにまた、お針というものを考えてみても、美佐子自身、せめて縫うほどの反物があれば、といつか女らしく嘆いたほどだ。 不才な僕は、結婚後まだ一枚も妻に着物を買い与えた幸福を持たない。美佐子にお針の時間があるとすれば、せいぜい僕のワイシャツの修理をするか、美佐子自身の旅のほころびよでもかがるかぐらいが関の山だ。だからこれも一日三十分の時間はいらないはずだ。最後にお使いになるものを考えてみても、二部屋しかない。 庭もない家のどこにそれほど掃除すべき空き間があろう使いにしたって食事の用意になれば知れているこれにもおそらく3時間は必要としまい食事の1時間に洗濯の30分おはりの30分に掃除その他の約3時間しかもこれには僕が社から帰ってからの夜の時間は入っていないのだ合計 実に5時間足らずだ。僕が家を出て社から帰るまでそこに9時間という留守の時間があるとすれば 9−5 すなわち4時間の空白なる時間がある君この4時間を美佐子は妻なるものは一体何に消費しているのかあるいはこの4時間は寝そべって 知識の向上を図るために新聞小説や婦人雑誌に費やしたとも言えるであろうまた林家のマダムと水道を隔てて共に自勢をうんぬんしたとも言えるであろうお使いの途中で呉服屋を冷やかしたとも説明できようだが同様に誰かとどこかへ散歩したとも言えないことはないのだ 僕はそんな4時間に近い真っ昼間をふくの留守マージャンクラブなどへ出かけて見も知らぬ若い男とにぎやかに遊び暮らしている婦人の話を聞いているのだ誰がこの4時間こそ妻のリンゴをかじる時間ではないと言い切るだろう僕は思うこの不可解なるバットの主人はかかる自由なる4時間において ときにミサコに必要なる人物ではなかったかとミサコとその男との間には平日の今日僕が夕方5時を過ぎなければ帰ってこぬはずの今日何かの約束があったのではあるまいかミサコが僕の起きないことを心配したのは一面僕の健康を憂う,うる気持ちもあったのではあろうがより以上に妻は その男との約束に対する僕を拝しての結果に気をもんだためではなかったろうか僕の推理はどこまでもこの考えを勝ちづけようとする君は米国人ハウデニが万に近い慣習の面前でわずか五寸の鉄壁のギャップを自由自在に出入りしてみせたあの一見不可思議なる事実を聞いていようさらにハウデニが 何らかの機械・器具を用いることもなくいかなる手錠いかなる縄目をも立ちどころに解き放して殉殉しなかった事実をもそしてハウデには言っている「観念と対象の中間にわだかまる曇りガラス」「個人の行動を阻害するのは常にそのわずかなる半透明体に過ぎない」 僕の心をこれほどにかき乱し妻の人格をさえむちゃくちゃにしたバットの存在それを不敵なる第三者に結びつけた動かすことのできぬこの想像を第三者がそこに風のごとく来たり風のごとく去った僕の発見した唯一無二のこの方法を君はもう理屈だなどと笑いはしまい 奇跡人ハウデにの物理書によればこんな方法は前提の前提にしか過ぎないのだ君は子供の頃同様の幼き友を戯れ脅かさんとしてその背後から抜き足差し足忍びよりわーっとその肩を叩いた経験を持たないだろうかそんな時もし脅かさるべきその少年が 前方の白雲里に例えば郵送なる1台の飛行機をでも認めて改札自室の状態にあったとしたまえその少年は果たして君の背後に近づきつつあるのを感じたであろうか第三者を全く予想だにしなかった僕は問題の食事の直後次の6畳へ立つに急であってそのように静かに玄関の表から僕の背後を その第三者が三条へ近づきつつあったにしてもけだしその気配をも感じなかったに違いないそして再びタバコを取るために僕が三条へ伝とした時には僕の面前には二枚の襖が立っていたのでその時僕の双眼は第三者に対しては完全に盲目であったはずなのだ心なくば聞けども聞こえずそんな言葉も古くからある 第三者を予想しなかった僕がそこに多少の物音を聞いたとしてもそれを美佐子の音響と感じ捨てたに何の不自然があろうしかもその第三者は恋にか偶然にかかのハウデにのごとくその時完全に行動の雑音を少女していたものとしたら君一切の疑問は不幸にもなくなってしまうではないか第三者は 僕が食事を終わって火鉢から立ちまず玄関に背を向けた時ちょうど玄関の敷居の外に僕と同様の姿勢を保って立っていたのだそして僕が一歩右足を六畳に進めた時その男も右足を一歩玄関に進めてついで僕が襖の一端に手をかけた時男もまた同様に玄関の障子へ手をかけたのだ ふすまのすべりのわるいのにひきかえ、げんかんの障子のはなはだすべりのいいことはなんと不幸であったろう。かくして、ぼくが六畳に入ったとき、おとこもかんぜんに三畳にあがっていた。ぼくが六畳のつくえへまで歩んだとき、おとこも同様に三畳の火鉢まで歩んだのだ。ぼくがたたみにひざをつくとき、 その男もまた膝を折ったであろうそしてあるいはその動作の以前に男は吸い口をつけた一本のバットを手にしていたのに違いないかくして僕の火鉢の横に座をしめた第三者はゆうゆういつもの時間を楽しまんとしてさて台所なる美佐子の表に微笑みかけたそうして 美佐子の警告にぶつかったのだ漏いしたその男が問題のバットを火鉢の中へ取り落としたことはまことに自然な手落ちではないか来たるごとくして男は去った瞬後僕はそのバットを発見したに違いないのだ君君はこの僕の方法を単なる理屈だと笑うことができるか 僕のこのこ気持ちを今ちみどろなこの気持ちをその方法が嘘だと言って君どんな風に救ってくれるか第三者美佐子との間がいつの頃からそうまで発展してきたか僕は知らぬだが朝でに美佐子を思い夕日けに再びその笑顔を思い社にある間町にある間 俺の命は一つに美佐子によって保たれ磨かれると信じ励んで疑わなかった善良なる僕は愚かにもこれまでの貴重な一日一日子供のように騙されてきたのだ君がワイニンゲルの論外の女性といった美佐子のために騙されてきたのだ僕は今いかなるその道の先輩を訪ねようとも これ以外にこのバットの妥当なる説明が得られようとはもう考えない。君からの手紙もついに断念した。僕は最後の手段をも考え終わった。人は己に生じた苦悶を他に転化する術を持たないのであろう。僕は僕の考える通りを処断しよう。 君にはいたずらに用もない手紙を読ませてすまなかったと思うどうか小さな僕を笑わないでくれたまえ青年校から青年乙への第三の手紙翌日の夜十二時を過ぎて前略隣の人がわざわざ起きていて 君の来ててくくれれたた。ことを伝えてくれた君がひどく心配していてくれたことも長い間僕の所在を確かめようとしていろいろ手を尽くしてくれたことも全て聞いた実にすまない全く感謝の言葉もないどうか僕ら二人を許してくれたまえ。僕らは夕方からキネマへ遊びに行っていたのだ 君が帰るのと僕らが帰るのとちょうど入れ違いだった。もう少し君がいてくれたら夫婦でできる限りのもてなしをしたものを僕はこの手紙を書くのが少し恥ずかしい気がする。あんな二通もの間違った手紙を真剣になって君に書いたこともそれからもう一つの君にぜひ話さねばならぬ出来事も。 君実はあのバットは美佐子のやつが飲んでいたのだ先生それをあの場では僕に打ち明けることができなかったというのだ恥ずかしかったというのだ僕は女の気持ちのわからないと言われるゆえんはこれだと思ったのだがバカバカしい二人きりしかいない夫の前でそれを言うことができないなんて。 想像できるものかたばこ嫌いの美佐子のやつがバットをのんだ君わかるか女はある時期に至ると時にこれまで嫌いで嫌いでならなかった食べ物が反対に欲しくて欲しくてたまらなくなるのだそうだ酸っぱいものの欲しくなるのはその普通の例だそうだ美佐子のはたばこがのみたくなったのだそうだ そししてどうしたわけからからこれが女の気持ちのわからない点なのだろうが僕のエアーシップには手を出さないで一番安価なバットを買ったというのだが生理的要求でどうにも耐えきれず僕が6畳へ立った隙を見て一服やるとグッとつらいのが喉に使えたのだそうだ吐きそうになるのを懸命に耐えて。 ととしたたよううになっって台所へ立ったというのだが人間一人生まれるにはさまざまな経験のあるものだと思ったよまだ男とも女ともわからない2ヶ月だそうだ明日は医者へ行ってくると言っている僕も思わぬ間に父親なるものになりかけているんだ次の日曜日に来てくれないか うんとごちそうをこしらえてます一本抜いただけのバットがそのまま床に飾ってあるそれを君に飲んでもらおうそれから何でもいいぜひ来てくれ美佐子からもくれぐれもよろしくとのことだ二人で待ってるんだからぜひ来てくれたまえ実に 実にすまなかった。